Merhaba Leyva, kanalıma hoş geldiniz. Bugün The First'ın 13. bölümün 2. partini izliyoruz. Ben normalde bir free'den devam eder ve orayı bitirir diye düşünüyordum ama direkt tamamıyla move on olacak ve muhtemelen şey olacak. Bir free, move on, ondan sonra tekrar bir free yapıp performansını sergileyecekler diye düşünüyorum. Direkt geçelim, izleyelim. Daha fazla The First'ten de video istiyorsanız veya direkt J-Pop'tan video istiyorsanız video beğenip yorum kısmını belirtebilirsiniz. Kanalıma da bulunursanız sevinirim. Let's go. Yapacağım. Herkesiz yönü ve. Ay yok bu. Sonra da yemeyemezse. Herkesiz yönü ve. Sizinme. Ay. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Evet. Bu onda bayağı agresif şu harika ya. Ay ay ay. Hadi bakalım. Okay. Oyama ten. Oyama ten herhalde elenen kişi direkt. Elden kişi herhalde Oyama Ten direkt ya. やはり一番の問題は発声が常に同じ場所っていうところだね。ここら辺鼻の頭の方を基本的にずっと使っている印象なので、それを脱却してほしいという感じで、ラッパーとしての本質が試される一週間だと思うので、ラップを発声を意識して使い分けるということ。唯一にして最大の課題だと思うんだけど、これを絶対にクリアしてほしいなと思ってます。はい、okay? 昨日も言ったけど、DJ としてプロフェッショナルとしてレコーディングに入った状態と思って、見ていくので、はい、気合い入れましょう。頑張りとこす。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 OK、 シュート。ダブグネームネージディキュア、ヘプティアスディア、ハビノス。自分が聴いてきた音楽に近いのはムーボンだなってのあります。うんうんうん。ムーボンだと何色がやりたいとかあります？でもラップのラインやっぱかっこいいですね。でも多分自分の声質的にがっつり早口ラップをするような、うん、ことでもないし、ノスタキャンネビリア、ノスタプロフェッショナル。逆にテントの相性を考えると自分が緑にいても全然、まあ緑と紫で、はい、シュントと殴り合ってもらうっていうのもありかなっていう気もするけどね。次がちょうどシュント。そうですよね。それもちょっとイメージして聞いちゃってたっすね。シュントも来てもらっちゃう。失礼します。シュント翔太、シュント落ち着くな。そういうことだよ。僕は二人とも一緒。どこやりたい？黄色以外だと、そう、紫が赤。ほんと紫が何？赤子です。本当？なんかラップしたいって言ってたから。俺絶対、俺緑がいいですけど。緑で絶対バッチリと思ったな。ね、あ、そうなんだ。緑やりたい。そう、取り合いかなと思ったの。じゃあ俺ラップもやりたいんですけど。緑だと思いっきしラップだけど、紫もまあラップ。アイスくんとナチュラル。まあ歌両、歌も見せたいしってなったら紫の方が絶対いいし。そうなんですよね。想像ではどこがいい、どこをやってほしいみたいなのってあるんですか？俺のところには紫って書いてあった。オッケー、あれいいスピードだ。よし、行ってみよう。はい、お願いします。すぐ、今、振り落ちたんだ。胸いくな、ちょっと時々、ジャデレスエディンや、パッて。まず、課題曲に関してはどっちやりたいとか、なんかありました？僕のイメージ的には、ムーボンの方が合うんじゃないかなっていうふうに思いました。そうだよね。6-6なんですね、エシチクルルン。6キシムーボン、6キシム。振りバヤゾラスな。歌で圧倒的に存在感を示してくれたら、ムーボーに関しては特に心配することはないです。はい、同時にまたチーム戦になるんで、はい、一緒にやるとやりやすい人および、一緒のチームでやりたくない人っていうのはいますか？やりたくない人は本当にいなくて、もう本当に全員とやりたいっていう気持ちが一番強いんですけど。あらあら、まあ、なんでそれを聞いたかっていうと、はい、お
そらくムーブオンをやってもらう場合、はい、ムーブオンの青は良貴にやってもらおうかなと思ってます。あ、同じチームで、まあ、並びの歌のところでやってもらおうかなと思ってます。はい、良貴、何で良貴でないくすわ。いや、お金でちょっとしまったらサンキューべ。特にもう歌い出し、はい、顔の表情を決めるところが「やいゆえるやん」という歌い出しになって、はい、そこから歌の最後の部分であるところが「はい、蘭良貴竜兵」っていうね、すごく大事なところになってくるので、はい、今回の「ムーブオン」における蘭の課題は「それが合わないな」と思った人を愛する力のような気もする。ここはちょっと大事なポイントだと思っていてください。ああ、自分とは入れない意見が出たときに、それを尊重する。どうせやめ。それを愛する。どれ。もちろん自分を愛する気持ちを忘れないままという。何これ？ところをおざなりにしてったら、やってめえ。自分とも共倒れしてしまうと思ったので、君にとっても彼らにとっても分岐点だと思います。はい、この段階でぶつかり合ってる暇はなくて、この段階でぶつかり合っている余裕もない、我々には時間が残されてないので、3人まとめて沈没するか3人まとめて順位を上げるかのポイントだと思ってます。あ、スクリーンです。まあ、ただ多分その一番その壁がぶつかっていたのがそのクリエイトという部分が大きかったかなってやっぱ思ってるので、うん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 、クリエイトする時のみんなの描き方だったりとか、うんうん、思い方っていうのが甘えがなかったっていう部分だったから、うんうんね、甘え合いというのはなかったっていう、そうだね、関係の構築だから、それができるようになったら一気に改善することっていうのはあるので、ちょっとそれはトライしてみてほしいかなと思うし、はい、竜兵と良貴はちょうど面白いくらいに真逆なので、その真逆であることを尊重し合ったら、竜兵に押し出しの強さが加わったりとか、良貴に竜兵が持ってるその繊細さとか語らずとも感じさせる深さみたいなものがあったら、すごく素敵だと思います、ね、ムーブオンはメンバー全員が噛み合った場合とんでもない爆発力を発揮してくれると思うので、どうしてもちょっと自分はそれが見たいと思ってます。ちょっと楽しみにしてます。はい、はい、行きます。それは行き、まあ、担当直入に言うと、はい、良貴と蘭と竜兵はムーブオンで同じチームをもう一回やってもらおうと思っていて、はい、今後本当いろんな考えの人でいろんな個性の人っていうのとめちゃくちゃ触れ合っていくと思うのね、はい、で、まあ、全ての人を愛する気持ちをこうやっぱり持ってほしいんだよね。ステージの上でお客さんやっぱ感じる人は感じるから、愛を持って接してくれているかどうかっていうのが、はい、注目度が上がれば上がるほどそういうものがあるかないかで大きく人生を左右すると思っていて、はい、なので、この10日やそこらで、はい、最終的な目標が近い人間とそれが合わないっていう状態は、はい、やっぱり避けたい、はい、愛する訓練だと思ってほしい、はい、実際にどう愛せそう、やっぱその良貴君自身結構悩んでるっていうのも、うん、まあ、漏れて聞こえるレベルで喧嘩ができなかったっていうのが、うんうんうん、ビジュアルの一番っていうのは思ってて、なるほど、ちゃんと毒を吐かないとチームとしてこの努力にしようやるレベルに持っていくことはできないんだなっていうふうには思ったので、前回今回は多分自信はあります。本当に、ああ、よかった。嬉しいです。あら、エゴ見せましょう。じゃないと食われるぐらいの楽曲強いから、みんなが新しい一面を出しつつ、課題をクリアできるように、はい、はい、ストイックにいきましょう。はい。ブルーオーシーケイ、歌詞理解しようがいいね。ねえ、なんだよ、親は。いきなり、うまい。あれ、ボイネクアルクさん、お山の味はボイネクだ、ボイネメラヒル。I got to myself. I got myself. 自分自身を持つぜ、ベイビーで。動く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 。
自分自身で動き出すってこと。自分はなんかお前さ、自分持ってるよって、自分持ってる、自分持って動き出すってこと。そう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 、いやいやいや、そうそうそう、まあ、僕このメンバーの中では本当に真ん中なんですけど、都市的にはお兄さん方に甘えつつ、自分がしっかりそのシュントとかリュウちゃんが安い環境を、僕がその先輩方の間に入って、しっかりその輪をつなげていける存在になればというふうに思ってます。あの、みんな起きてるかどうかを。あ、起きてます。起きそうだった。リュウヘイだ。リュウヘイよ、プロ。リュウヘイは着替えてます。さあ、リュウちゃん来た。いや、なんか自信とか、はい、達成感とかって、はい、目に見えないものなので、いやー、ケマ飲んだ。またちょっと自信が揺らぐ時が来るかもしれないなとか、あ、不安に押しつぶされそうになるような時が来るかもしれないなと思ったので、そうです、少なくともここに残っただけでもすごいんだからみたいなのって、あ、そういう時に目に見えないから、なんか目に見えるものが欲しいなと思って、君たちが少なくともクリエイティブ審査を乗り越えたという、怖い怖い怖いやつ、ザ・ファーストリング、あれ、ザ・ファーストリング、ザ・ファーストリング、バッド、ありがとう、プレゼントします。いい気づき、これだとずっとつけてられるから、なんか疲れた時とかになんか目線に入ったらなんか、あ、いいね、まだいけるってなるかなと思ったりするので、その反応はもうやせー、ザ・ファース、かっこいい、オッケー、俺はやべ、よしも言って、やべ、マジで嬉しい。これだとどんなにハードにレッスンしてもなんかちぎれたりしないね。はい。これちぎれたら泣くな。マジで泣く。な。あれ。ケオヤマ。多分日高さんの曲の中でもテクニカルなやつあったんで、もっと。テクニカルなやつあったんで、もっと鍛えようかなって。まあ、ジャパン çocukların böyle dizileri falan şey gibi geliyor bana ya. Biraz böyle nasıl desem? Bayağı bir sivilceli falan çok fazla insan var yani. Ben iyi eserler de biliyorum özellikle Kore'de falan ama Japonya'da herhalde biraz daha tam olarak o şekilde gerçekleşmiyor galiba. ぐっすりっていう、あいつ寝てました。なんか起きて一回5時半ぐらい起きて、ただ bizim görmediğimiz taraflar da vardır diye düşünüyorum Kore'nin. Belki onların çocukların da olabilir ama ben pek denk geldiğini görmedim yani. Ne kaydı da? Oo, iyi iyi iyi. Katsuki ga Lol. Move on. Kere mi? Tantoştukuyemaşta. Ja, move on. Yoruski ga Move on. No koreografo. Tantoştukuyemaşta. じゃあ、ムーボン、よろしくお願いします。はい、お願いします。バヤスクって。カズキのこれもちろん素晴らしいコレオグラフなんだけど、ムーボンちょっとダンス経験者が多いというか、まあ、ほぼほぼみんなっていうこともあるので、そのイントロとかダンスドロップとか、うん、もうちょっと難易度上げてもらっても、おお、全然全然、やっていいならもっとことんやっていいです。よっしゃ、はい、アルケズエンディシェ。細かい振りとか難易度上げてもらって。足りるところまでどん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 やります。ちょっと足してください。はい。お願いします。お願いします。早速
振り、みんなでほぼ同じように踊るっていうところから先にやってきます。はいはい、あんま時間も俺がいる時間少ないんで、それを早めに教えて、であと細かい構成とかで人によって動き違うところは後々頭からやっていくので、はい、まずはもう踊ります。はい、行きます。どっつどっつか、これ来たら左足踏む以降からゆっくりゆっくりゆっくり、俺が一番苦手なやつだと思いました。マジでやばいと思あんま でもなんでもいいね。Herkes iyi kanka, ondan olabilir belki. 自分の形にすぐしようとしちゃう、で逃げてたところだった。そこをちゃんと一回土台覚えてからっていうのを やらないといけないなとか。いやー、sıkıntı yok, 大丈夫。うわー。はい、çok güzel lan。やらないといけないな。でも普通ね、振り付けの時ってサビが割と一番ハードじゃん。でもここが一番ハードじゃないのよ、この曲は。ここはまだ序の口だと思う。はい、この時に足は上げなくて、左足こっちになってるから、そのままこう来て、この足ちゃんと使ってしっかり、チャカ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 。でまさかの日高さんがこれもうちょい難しくできる注文をしていて、めちゃめちゃ難しくなったんですけど、これやったらかっこいいなと思う振り付けができてるので、今すごい振り付けが楽しみです。やばいですね、やばいです。本当にアーティストのダンスなんてぐらい振りが難しくて、本当にかっこいい振り付けで、これをみんなでできたら相当やばい作品が、本当にやばい曲ができるんだろうなって感じです。そのテンテンとかそのランちゃんとかダンサーというかダンスが上手い2人が結構なんでできないんだよみたいな感じだったんで、テンテンのそういうところ見るの僕初めてなんで、やっぱそういうところ見てるとやっぱ難しいんだなって思いますし、やっぱどれだけ数が嫌いなのかっていうのを教えてもらってる段階でもう思ったし、本当に尊敬できる方だなっていうのを改めて、いやー、しました。はい、OK。 今日はこんな感じでお疲れ様でした。お疲れ様でした。あー、いい、めちゃめちゃハイスピードで振り付けを教えていただきました。めちゃめちゃ頭パンパンです今。入れたら抜けてく。使った瞬間飛んでいくパターンです。いや。本当に痛いです。いや、悔やまん、やのすてるのちょっとあれや。体力的には来ているんですけど、きついからこその楽しみがあって、踊るのがすごく楽しみ。揃えば絶対すごく気持ちいいと思う。精一杯ね、頑張って揃えて、やパルスの操縦から頑張れ、びっくりしたいなと思います。まぁ、あ、ちょっと僕の足にもそうそう限界が来そうだなっていう感じですね。皆さんこれは本当に疲れてます。後でもう一回自主練して、今日はちゃんと整理して明日完璧にできるようになりたいと思います。はい、はい、どうぞ。鬼練習します。合宿来て一番焦ってる。Akşam yemeğinden sonra yine yapıyorlar ha. Kafa yiyorlar ha. Ay, oğlum çok güzel lan.
エイプゾルやん。締めるしかねえな。もう何締めるしかねえ。カウカウカウ、あ、いやーいやー、翔太くん、足マッサージして。人が飲んでる時に話しかけない。Nasıl elini var ya canlarımda. やる気あるのいいな。面白かった。いや、ワイボーヘラルスイヤー。すぎて全然踊れなくて悔しい気持ちもあるんですけど、やっぱこれだけ難しいとやりがいもあるなって感じて、で本当にもう最高のパフォーマンスができたらグループでできる限りのことを尽くして最高のステージにしたいと思って。ねえ、パルス、ねえ、パルス、あれ。むずい、マジで。マジむずい。なんか、何がしたい。ちょっと、ダン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 。よし、もう終わろう。終わろう。オッケー。チョグゾル、チョグゾル、バヤゾル。お疲れ様でした。いい、大いだ。やめてなるんす。だいぶ、まあ、もちろんね、昨日に比べたらかなりいいから、あのみんなの自主練が超効いてるんだと思うんだけど、あの。焦らないことね。はい、はい、やばいぞと思いました。やっぱり、やっぱ俺これダメだなって思った。あいやー、ないや、ファルスン、ファルスン。やっぱ練習あるのみっていうか、そこはやるしかないので、自分のものにできてないので、チームの中で戦える状態じゃないので、正直。これからもちゃんと覚えて、自分のものにしてって感じですか。あの6人の中で一番味を出したいなっていう。ファルスね、ファルス。角度揃えたい。これね、斜め45度でいきましょう。よし、これ斜め45度でいきましょう。せーの、ここの高々が多分内側じゃなくてもう上でいいと思う。マイクバンクする。マイクバンクする。怖いね、これ。マイクマジで。そうだね。これやばいっしょ。てなに。いやあ、ルキュー、ルキューも。これから腕見れるね。してない、してない。振りで精一杯で息してないから。クヤマミヤ。こうしてたくましく俺についてこいとかね、あの男っぽくするの半分、どっぷり女みたいにちょっとセクシーに優しく可愛く喋れるみたいなのも入れてほしい。で、いい子すぎるのダメって言ってる内容も含めて、あんたたちに一個今日その顔から始めてもらいたいんだけど、日高社長元気まだやれる？あの、すっかりタイムズギュスターネフビルでね、日高さんと睨み合って、おらっつって喧嘩すれするみたいな顔をお互いしてほしい。いい？目と眉毛が全然変わらない人アウト。あんま怒らない、怒らないです。怒ったことないでしょ。うん。ひでこさん今ふわっとした顔してるけど、目力どうぞお願いします。目力お願いします。チューする。チュー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 とチューされる。今のがいい、今のがいい、今のよろしくお願いします。チューしないでね。チューしないで。チューしちゃいそう、言ってないし。一番難しい理由です。言うへんだ
くないだろう。ある僕、わかんないです、マジ。そうだよね。日高選手、あの、竜兵の場合、セクシーを教えてほしい。ちょっとしばしないけど、こういう感じだね。ほら、やってみよう。せっかく会長がやってんだから、やってみよう。殻を破れ、竜兵。しかもさ、綺麗に歌うけどさ、顔でさ、見えすいたとかいうさ、ドヤ顔見たらできないの。はい、ワン、見えすいた未来、あ、見えすいたって、ちょっと手を上にやって、これ下から、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 見えすいた未来の、あ、だし未来、未来、ちょっとわざとらしく今日やってみて、はい、ワン、ツー見えすいた未来、とてもいい、とてもいいよ、うん、いいよね。今まで歌ってたのが普通だと思っていたのが、指摘をされてアドバイスしていただいたところを直しただけで、もう本当に全然違うような聞こえ方になるんで、うん、いや、すごいなと思いました。荷物はもうバイバイバみんな、あその声が地声で当たった声が欲しいね。かわいい子、バイバイって言って、一回バイ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 その声、バイバイこの声ね、この声ちょいこの声、はい、バイバイバイそうトラブルの上乱気流がの銀河系のその先まで見逃さずにロック。私の翔太はラップ、このラップするときだけもう少し潰した方がいいよね、これ。そうですね。さっきのバーカの、バーカ方式で言ってくれ。いくか、バーカ。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 そのまま歌うぜ。オッケー。1、2、3、4。トラブルも上等、乱気流がの、ゴー。銀河系のその先まで見逃さずにロックオン。おー。ナイスね。そっち。そっち。うまい。うまいや。優しすぎるもんね。かかったの超それ武器にしろ、うん、いやこっちじゃなくていろいろ使うの、歌っていろいろ使う、1個持っといたのに。そう、私ライブでいつもいろんな声使って遊んでたよ。いろいろ使うと枯れにくくなるしね。そうなの、そうなの、枯らないとそここだわりなんだから。バイブはちょっときせいせいせい、そこ ずっとやっぱ強いかなと。あー、その方がいいと思います。その先まで見逃さずにロックオン。203連できる、その 今のは銀河系のその先まで見逃さずにロックオンだけど、例えば銀河系のその先まで見逃さずにロックオン、銀河系のその先まで見逃さずに、むずっ、それちょっとむずい。でもそれいいよいいよ、しつかいアイドバル見えてねぎや。もう何言ってるか分かんない。うわべのクレイ、うわべのクレイなこと、はいはい。でね、音がちゃんと引っかかったところでちゃんと母音が聞こえないので、うわべがクレイなジョ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 ってやるとメロディーが分かんないんだよ。ワン、ツー、スリー。うわべのクレイな言葉は必要ない、えいえい。おう、どう、一緒にしてよくなかった、わかる、聞いた、人のこともちゃんと勉強だからね、はい、ちゃんと聞いとけよ、はい。で、ね、泳ぐね、はい、まだ恥ずかしくてね、泳ぐわね。うわべの綺麗な言葉は必要ない、えいえい。でね、最後、えいえい、腹に落とせ、これ、はい、それがフレンズの語で腹に、口開いてまま、えいえいえい。めっちゃギア、ここ使えて、今顔使えた、見る見るうちにみんな声が変わっていくっていう、本当に魔法みたいだなっていうふうに思ってて、もう僕らはもうプロとして見られなくちゃいけないんだっていうのと同時に、やっぱ現場のそういった現役でプロをやってらっしゃる方々の実力を見てすごく感動したというか、感心したというか、そういった感じですね。あるがまま踊れ Life is
回何それ知らねえ。ああ惜しいな、知らねえのねだけに苦しいだけだな。今ベロ上がったぜ。知らねえ。自分で自分の苦しいのベロ。一回知らねえってベロ出せる。知らねえ。ほらいいいい。ほらベロだベロ。せっかくね、こうやって一人で教えるようにもう、めっちゃ聞きよるんだね。リズムちょっと走ってるのと、やっぱ同じとこだけ使ってるのが気になるから。そうなんだよ。あの、ハリアップ、カットバース、ボート待ってたってどうなるとか、うまい。違うのなんか、足すと。そういうことする。カットバース。どうぞ。ほい、ほい。ハリアップ。フラフラ引き続くタイマー。うわここ難しい。フラフララララだねやっぱね。フラ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 。どうしても歌詞が飛んでしまうから、あのそれは僕が歌詞を忘れたっていうか言えないから飛んでしまうんですけど、めちゃめちゃやばいです。今もう追い込まれてます。ラップがクリエーション引っ張れないと勝負できないから、せめてこのくらいの曲をできるようになってほしいっていうオーダーなんですけど、まあ、それがまあプレッシャーになってるのは分かってるんだけど、まあ、プレッシャーかけてるのは事実だし、ここは乗り越えてほしいとこですけどね。もともと努力するタイプだし、一人で考えるタイプだから、それがあまりいい方向に向かってないかなとは今思います。あとでその後の早口の部分も教えてほしいんです。あ、そうね。奴らはどうせ咲いてから見る、桜はいつか散ることを知る。奴らはどうせ咲いてから見る、桜はいつか散ることを知る、うん、これはね、むずいと思う。超むずいっす。むずい、そうだよな。今までやったことないぐらいむずいっす。そう、これはあの、そういうやつだから。これは、そういう課題曲。これは課題だーと思って。はい、課題だよ、そういう課題だね。いや、I got my cell. I got my cell. ここまで横だけど、スラボどうせ最後から若干下に、スラボと、いやスラボどうせ最後から2パターンぐらい、スラボどうせ最後から見る。へえ。どうせ咲いてから見る。桜はいつか散る。桜はいやつらはどうせ咲いてから見る。ダンスだけんビャンのねピネージャーリオン超きれいだるや。おい。Çok çalışmışlar. Kenan ama eğleniyor ya. Buraya bak. Hotobashir が言いにくい。今 Hotobashir が言いにくい。奴らはどうせ咲いてから見る、桜はいつか散ることを知る、刹那燃やして灰になるその時まで情熱が今ほとばしる。I don't give my name body, I don't give, I don't give. コミュニケーション。I don't give my name body, no. もう止まる気ないさきっと。奴らはどうせ咲いてから見る、桜はいつか散ることを知る、刹那燃やして灰になるその時まで情熱が今ほとばしる。おい。あんたでんて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 ん。これね、やっぱ死が言えるだけでだいぶ変わる。言葉知る、確かに。切な燃やして灰に。もし帰れるならどうなりたいの。なんでずっと僕を映すんですか。歌ってるだけじゃないですか。課題曲ですよ。課題曲ですよ。アルギーズ出てる。課題曲ですよ。課題曲ですよ。ポイチいやAy, bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Ne kadar şey ne? Şey, mutlu hayal kırıcı. Şey, şey, şey. Ano, üreni kan. Dan, dan, dan. Ah, işte. Bu. So, so. Ya, ama intro が一番やばかったんで。しかも俺最初の完璧にしようと思って。カズキさん難しいっす。いやー、大丈夫、大丈夫。イエスイエスイエス。あざっす。
テンさん神ロールムーブオンの青はリョウキにやってもらおうかなと思ってます。この段階でぶつかり合ってる暇はなくて、この段階でぶつかり合っている余裕もない愛する訓練だと。強気バトンシャンゲだ。タメがね、もうちょっとあるといいかも。この後とか、ここをなってるから、もうちょっとタメとか、ここをなってるから、もうちょっとタメがあると、この歯が多分見やすくなる。だいぶ変化のあった日なんじゃないかなと。イエーイ、やばすぎた。ちゃんと信頼し合って踊れてるんだなっていうのをこう身にもって感じたというか。ムーブオンチームはでも今すごい雰囲気もいいし、めちゃめちゃ楽しい。はい、雰囲気で、その人だ。あーい、このままみんなで最後まで走れたらなって思ってます。やっぱり前に経験したそのネガティブな感じとちゃんと学んだことを生かして今できてるんで、どん底を味わったチームは強いぞっていうのが証明できればと思います。リョウキ君は本当に今回下がっていいか。ハーリーアンハーリーアンカットバスポート待ってたってどうなるハローワンタイム for your mind。 ハーリーアンカットバスポート待ってたってどうなるハローワンタイム for your mind。 フラフラしてちゃつくタイム。来た。バース。フラ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 してちゃすぐタイム。あい、バースくんとやあい。上辺の綺麗な言葉は必要ない。えいえい、いいね、ロー成分が効いている。綺麗もよく聞こえるし素晴らしい。じゃあこれでいこう。ムーボーイ、えな、いい、ムーボーイいいよ。ムーボーイはリュウヘイとリョウキがすごい。っていうかあの二人めちゃくちゃ声の相性がいい。ちょっとムーブオンは竜兵と竜騎がすごい。っていうかあの二人めちゃくちゃ声の相性がいい。Okay? ちょっと革命的ですね。うん。わー。うん。あ、それ。こっちがいいですか。そっちがいい。はい。見えすいた未来で何がしたいの。もし帰れるならどうなりたいの。うん。すげえいいよ。増えるだけの荷物はもうバイバイ。めっちゃかっこいいじゃん。ありがとうございます。え、もう一発でよくないこれでも。あんなんだ。組み合わせの運もあるんだけど、竜兵だったり、シュントだったりとランが重なるところが多いんだけど、なんなんだ、いい、そこも声の相性が良かった。トラブルも上等、トラブルも上等、ランキングが濃厚、それがいい。あ、どこまで203年に行った方がいいですかね。ケツまで。いや、これはね、もうセンス。銀河系のその先まで見逃さずにロックオンでも別に。うん、の方がなんか気持ちいいかも。その先まで見逃さずにロックオン。うん、の方が気持ちいいかも。はい。行こう。それで。トラブルも上等、乱気流が濃厚、銀河系のその先まで見逃さずにロックオン。悪くないよ。いやー、ケマミ、ショータイム。トラブルも上等、乱気流が濃厚、銀河系のその先まで見逃さずにロックオン。うん、これがいいかな、ベストかも。かっこいい。あんなの、かっこいいですね。行くぜ、ちょっと待ってね。はい、エンジン吹かしたままアクセル踏めないなら今左右なら。ラップは良かったけど、めっちゃくちゃ走ってた。ごめんなさい、もう走るの禁止。エンジン吹かしたままアクセル踏めないなら今左右なら。まだ走ってる。もっと全然ゆっくりだよ。ゆっくりやってみ。エンジン吹かしたままアクセル踏めないなら今さよならくらいから行こう。ワン、ツー、スリー。エンジン吹かしたままアクセル踏めないなら今さよなら。うん、なるほどね。発音できてないやつが出るとそのまま走っていくんだ。今のだとしとかさ。今さよなら。うん、なるほど。あい、ものすごいプロフェッショナルや。発音できてないやつが出るとそのまま走っていくんだ。今のだとしとかさ。
エンジン孵化したままアクセル踏めないなら今さよなら。まあ日高さんがすごい教えてくださって、多分他の人たち20分ぐらいなんですけど、自分多分1時間ぐらいやってたらしくて、ビルサーツ時間忘れちゃうぐらい夢中になってたんですけど、神経をもう隅々まで使ってやってる感じだったんで、なんかすごい疲れちゃいました。İşte neden elendiğini belli oldu abi Yaman'ın bu arada. Yaman ya. エンジン孵化したままアクセル踏めないなら今さよなら。うん、こんくらいにしとこう。だいぶこれでも全然いいから。オッケー、ありがとう。よし。やっています。I missed this issue. 5. gün. Ay bunu direkt şeyde görmüştük, komik anlarda görmüştük ya. Ne işinle kontrolü? Benim işten ne var karke? Ne işte bu? Bu ne? Oha lan, neler yapıyorsun? Adamlar tek başına temizliyorlar ha. Helal olsun lan. Oha. Bir daha, şurada kalmış bak, şurada ha. Orada biraz kalmış kardeşim. Orada temizli tamamdır. Sıkı, sıkı. Yaptılar. Türkiye sıkıntı. だから鏡なくても番号さえ見れれば、どういけそうないじゃん。なんだろう、愛の巣だな。どん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 、ムーブオンのみんなの構成だったり位置だったり振りだったりがめちゃめちゃ良くなってきてて、めちゃめちゃ楽しくなってきました。僕も踊れるようになってきたし、細かいところニュアンスをみんなで揃え出して方向性とか統一したりとかして、すごいなんかちゃんともやるし雰囲気もいい状態で進めれてるの で集中もすごくできてるから、やるときはやってっていうのが効率もよく、うん、Kaç defa çalışmışlardı var ya, uf uf. Kafa yersin ya. İnsan var zayıflar yemin ediyorum. I see the other way.
Ra. Demişti abi bugün bir gün daha var.良くてブラボーなんだけど、コッペをね貼るっていうことをね、人以上に意識しないといけない。Hurry up, cut to the spot, 待って立ってどうなる？ほら one time, for your mind, フラフラ、シスタスクタイムアップ。お、良くなってる良くなってる。どっか胸の音入れたらどう？でも顔がついてきてすごい良くなってるね。そうです、顔をつけるとやりやすくなりました結構。悩んだし。自分のスタイルは何なのかとか、自分はラップなんでしてんだろうとか、正直すごい思ってました。りょうりょう先生のレッスンでも全然出なくて、歌詞が意識すること多すぎて歌詞が飛んじゃったりとか、だいぶ力が抜けてラップできるようになったし、自信をまた持っててます、前みたいに。トグザーシベルトがみんななんかゆるいっす。めちゃくちゃ。あんなあんな。さあ、コスメで言いちゃうから。成人式みたいな。いいよ、あいこ。あ。危ない。にそれパッて言われ。Yalnız hareket güzelmiş. Ama rahatlık durumu önemli cidden, hani böyle daha cidden böyle hani kasıntı yapıyorlarmış gibi hissettiriyorlar. Biraz daha rahat olmaları gerekiyor. Mesela biri kaçırırken, 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 kaçırırken.はい、はい、えらいいいパフォーマンスをチームでできた方は全員が残れると思うので、あそのつもりで頑張ってください。パフォーマンス想定したいと、そうだね、本番どれぐらいサウンドチェック、映像チェック、あ、そうね、勢いで行こう、それで行こうか、よーし行きましょう。じゃあ最初の場所Tamam. いや本当にグループとしての出来は本当に最高だと思います。あとはもう自分自身のそのアラが出ないようにと、あとは自分自身をどれだけ際立たせるか、頑張れ、っていうところだと思ってて、本当に気合い入れて明日は頑張りたいと思います。結構万全というか準備は万端なんじゃないかなというふうに思ってます。あとは明日本番でプラスアルファがどれだけ引き出せるかだと思うので。ここまでやってきたことを信じつつ、さらにその先を思って明日はやろうかなと思ってます。めちゃめちゃいい頑張ります。パフォーマンスができるように寝る前もイメージしながら、朝起きて走ってる時もイメージしながら、自分のどこがかっこいいかとかをイメージしながらやっていきたいなと思ってます。自分の安心を信じて、yoruzda sıkıntı aslında. 最大限のパフォーマンスを皆さんに bildiğim için sıkıntı aslında zaten.明日どうかよろしくお願いします。みんなですごいいい雰囲気の中、少しでもいいものを作ろうって丁寧に、細かいところこだわって、みんなそれぞれ、ダンスも振りも今頑張ってきたので、明日はもう楽しく踊れて歌えたらなって思ってます。本当にもうどうなるかは明日次第だし、今の自分の意気込みにもかかっていると思うので、本当にアーティストとしての自分をしっかりと見せつけて、自分と言わせたいと思います。
バラバラバラ。今までで一番いいんじゃない？間違いない。はあ、わかる。これを、ね、そして明日。明日という。うん、衣装付きでね、照明もついて、うん、バシッとぶち込ませたら間違いないんじゃないでしょうか。ああ、わかる。待って立ってどうなる？ほらワンタッチ、フォー、4枚、ラッラッ、施設。Hey, hala sıkıntıya göre ya. Ola yama. Sıkıntıya göre. Ponçiklerde bu vardı burada. Değiller. Babara baba. Yana geliyor mu sen? Alanya sıyıyor mu ve? Evet guys, bölümün son diyelim. Bir sonraki bölümde performanslar sergilenecek. Bakalım bizi ne tür performanslar bekliyor, göreceğiz. Videonun son diyelim. Daha fazla D4 ve J-Pop ile ilgili video istiyorsanız video beğenip yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın, görüşmek üzere. Bye bye.